はい、こんにちは、ザ・ゲーム隊のハルキジキューでーす。今日ね、久しぶりにね、フォトレビューをお届けしたいと思うわけですけども、今日ね、ご紹介したいゲームはこちら、アンコールですね。最近ね、ダイスゲームね、いくつかご紹介してるんですけども、これ非常に面白かったんですね。で、私ちょっと残念ながら探したんですけども、パッと入手できなかったので、ちょっとね、待ってられなかったので、今回ですね、フォトレビューでですね、このアンコールについてご紹介したいと思います。はい、このアンコールですね。まあ、箱絵の方からですね、見ていただいたら分かると思いますけども、いわゆる大豆が6個あってですね、それに対するこうシートがあるわけですね。で、シートのところにですね、まあ、大豆を振って、まあ、書き込んでいくって、まあ、よくある話ですよね。まあ、こういうのがあって、そのシートのところに、まあ、バスは一定のね、この大豆面に対して書き込んでいくわけですよ。で、これが一定書き込めれると、ゲーム終了で書き込んだ状態によって点をもらえる。まあ、これものすごいよくある話ですよね。大豆を振ったら自分の持ってる各シートのところにチェック入れた形の点数が入る。これが一定条件に達すとゲーム終わると、まあ、こうなってるんですけども、まあ、ここがですねなかなかよくできているわけですね。早速ねこのシートの方をご覧いただこうと思うんですけども、これはご覧いただいているですね、まあ、得点のシートですね。この得点数ちょっと変わってますよね。真ん中のところになんかテトリスみたいに、もうテトリス古いですけども、テトリスみたいに色がいろいろ書かれてあって、まあ、オレンジ色だったり緑色だったり青色だったり、まあ、ちょっとずつブロックになっています。で、一番上の段のところに A から O までアルファベットがずらーっと並んでると、まあ、こういう状態になっているんですね。で、真ん中のところをご覧いただくと H っていう段があって、ここに縦になんかこう白く塗ってあるわけですけども、ここがスタートゾーンなんですね。ここからスタートゾーンになって大豆を振って対応するところにこう塗っていくと、まあ、こういう仕掛けになってるんですね。じゃあどうなってるかっていうと、これあの振った大豆なんですけども、またまたまこれいくつか出てますけども、バツになってる、こういうねバッテン状のやつが黄色黄色黒ってなってると思うんですけども、まあ、黒はこのゲームワイルドカードなんですけども、黄色かワイルドなんですね、これね。で、出てる目がで、数字のところが3と4とハテナってなってるんですけど、ハテナが数字側のワイルドなんですね。で、これを2個組み合わせて、例えば黄色の3とか黄色の4とか、ハテナと黒のバッテンだったら何でもできるわけなんですけども、これを組み合わせて何かの色と数字を作ってくださいというわけなんですね。で、こちらもう一個別の本出しましたけども、例えばこれだったらオレンジ色と青色と、まあ、ワイルドのバッテンが黒が出てますというのがあるので、まあ、選べる色はオレンジか青色か黒バッテンのワイルドか。で、数字は2と33なんで、数字はまあ2と3しか選べませんよと、こういうふうになってますね。で、これで例えば青の3を選びますよとか、オレンジの2を選びますよなんていうことを決めるわけですよ。決めると、ここ今載ってますけども、これオレンジの2を選んだ場合ですね、オレンジの2を選んだので、自分のシートのエッジがスタート地点なので、エッジから始まるところのオレンジを2個塗りつぶしたんですよ。ここぴったり塗りつぶしたんですね。で、塗れると真ん中のエッジの段か、これ G のところに1個自分のオレンジが出ているようになっているので、そこから続きを塗れるようになるんですね。だからこれだったらまた黄色っていうのがあっても、その黄色の方の今度は D、E、F、G のところに行けると、こういう形になっていて、これを毎回繰り返すんですね。誰かが大豆をジャラって振ったら色と数字が出てくるんで、その組み合わせを1個選んで、じゃあ私は青の6を選びますとか、ただこれぴったり塗らないといけないんですね。余らせられないので、青の6だったら青の6個塗れるところではダメだとか、4だったら5箇所あったらじゃあ1個余っちゃうとかなんで、ぴったり必ず塗るしかない。だんだん塗れなくなってくるわけですけど、塗れないとパスしかないんですけども、塗っていくと、これをみんな同時にやるんですね。まあ、そうなるとこれ、ちょっとこれ2、3ターン進んだんですけど、まあ、こんなふうにだんだん進んでいくわけですよ。こうだんだん、この後緑の5を取ってとか6を取ってとか、オレンジの3を取ってなんて、こういうふうに進んでいって、これをひたすら塗りつぶしていくと。こうなるんですね。で、ここでポイントなのが、じゃあさっきのワイルドがあったじゃないか。ね、黒のバッテンとハテナがあったんですけども、一番シートの下段のところを見ていただくと、なんかこうスラッシュも斜め入ってるんですけども、ゲームを通じてですね、8回しか使えないんですね、ワイルドは。8回しか使えなくて、かつ、使うと最終ポイントが減るんですよ。これ余ってる方が点数が高いっていうことになるので、なるべくワイルドを使わずに済ましたい。これが一つ。もう一つこうシートを見ていただくと、白い星印があるんですけども、ここは塗りつぶさないとゲーム終了時にマイナスなんですね。なるべくここは塗りつぶしたい。この白い星はなるべく消してしまいたいっていうことがあるのと、もう一個、
縦列ですね、どっかの縦列を H の列でも F の列でもどこでもいいですけど、縦列を全部塗りつぶすことができたら、一番下段のところなんか数字書いてますよね。 A のとこだったら5の3、 O のとこだったら5の3、これ最後ね同じなんですけども、隣だったら3の2とか書いてますけど、一列全部塗りつぶすことができたら、一番早かった人にはその上の段、例えば A の段だったら5点、2番目以下の人だったら3点ってなので、縦を塗りつぶしたらつどつどポイントをもらえると、こういう仕掛けになってるので、縦をいち早く塗りつぶしていきながら、この星印を消しながら、ワイルドはなるべく使いたくない。そしてもう一つ、右の上にちょっとシートのところに書いてますけども、一色全部塗りつぶしたでもボーナス入るんですね。特典、私も黄色は全部ありませんとか、青は全部ありませんっていうのをやってしまうと、それでもボーナスが入る。でこれが一定色塗りつぶしたプレイできたら、まあどんどん塗れなくなっちゃいますかね、一定色塗りつぶしたプレイができたら合計ポイントを集めて一番多いと貸しと、こういうゲームなんですね。でまあこれがなかなかですね進んできたらですね、まあこんな風な、今出てると思いますけど、こんな風なシートになってですね、まあ塗れなくなってくるんですよ。なかなかね、もういい数字がないという風になってくるんですけども、ここがよくできているのが、一番最初のゲームのところは最初6個振ったんですね。6個、つまり色が指定できるサイコロ3個、数字が指定できる3個振って、全員そこから選べたんですね。で一定回数これをプレイするとルールがコロッと変わって、私が振りますと6個振って終わったら、振った人がその中から2個自分用の、じゃあオレンジ色の4っていうのをのけれるんですね。のけますと、のけて、それを私しか使えません。残りのプレイは残りの4個、色の指定が2個と数字指定2個からは自由に組み合わせていいんですけども、そこから選んでくださいと、こういうわけですよ。つまり一番都合のいいやつは振った人が取って、残りのところから他のプレイ選ぶと、これをみんな繰り返していきましょう。私の手番が終わったら次のプレイヤーがまた6個振って、そのプレイヤーがいるやつ、うわそれだけは取らないでなんて言いながら2個取っていって、残りの4個からどうしようかな、もうどうもうダメだ、もう置けねえやとかね、濡れねえやなんてこと出てくるわけですけども、これを繰り返していく。まあこれね、今私のこのシート出てると思いますけども、まあ困るわけですよ。もうあとね、青のなんとかだけが出てくれればもう終わるのにとかね、これが出てくれればもう縦が全部塗れるのとかあるわけですけども、まあみんな分かってますからね、お互い欲しい人見えてますからね、あ、ハルさんオレンジの3いるんでしょうって、3もあーあーって言いながら3持ってちゃっちゃいますからね、こういうのをお互い見合いながら無理していくと。これがですね、非常に面白かったんですね。つまりこの色と数が指定されているだけで、このシートもみんな同じなんだけど、だんだんこの欲望、何度も言いますけど、縦を全部塗りつぶしても点がもらえる、白い星はやめたい、そして特定の色は全部塗りつぶしたい、なんていうのをこう競いながらお互い、順々やっていって、一定の色がなくなったらゲーム終わりっていうところに向かっていくところに、自分の手番で大豆を振る。途中からは自分だけ使える大豆をぶっこ抜く、残りのプレイヤーは残りから選んでっていう、この大豆ゲームなかなかインタラクション弱いもの多いんですけども、それだけは残しておいてくれ、いやいやこれはもらいますよなんていうやりとかがですね、毎回誰かがサイコロ振るたんびに冷やいこもごろもが生まれてくるっていうのですね、なかなかこれはいいゲームなんじゃないかななんていうふうに思いました。はい、というわけでですね、今回ですね、まあ、フォトレビューの形になりましたけども、アンコールをご紹介いたしました。いやー、最近ね、ダイスゲームね、本当にいいのが出てきてですね、これ本当に何人でプレイしても本当に面白いゲームなんですけども、こう見選んでって、縦軸、横軸選ぶって塗りつぶしてる、確かあったような気がするんですけども、このテトリス張りにね、じゃあ緑の4って言われたら、緑の4どこを塗りつぶすんだとかね、あー、3個ならいいけど、4個はダメだとか言いながらね、塗っていくってね、ものすごく楽しいですね、これね、人数多くてもな、全く問題ないゲームなので、2017年の夏頃ですね、まあ国内でもぼつぼつ流通しているので、私がね本当は入手できていればですね、ここでもうお見せしながらレビューしたかったんですけども、私自身がちょっと入手し損なっててですね、ずっと探してるんですけども、まあ手に入れてもね、私も持っておこうと思うわけですけども、これはですねなかなかいいゲームになってるんじゃないかななんていうふうに思いました。はい、というわけで今回ですね、ダイスゲームのアンコールをご紹介いたしました。ザ・ゲームガチャルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。